どうも、すだちです。今回の動画は、僕の飼育しているボルネオショートテールパイソンのテレサちゃん、この子に、ラットを与えたので、その時の様子をお届けしたいなと思います。前回の動画に引き続き、今回の動画も、捕食動画になってますので、苦手な方は、ご視聴を控えてください。はい。それでは、見ていきましょう。はい、今映っているのが今回与えていくラットになります。サイズは、こんな感じですね。僕の手とだいたい同じぐらいな大きさになってます。こちらを、お湯で解凍して与えていきたいなと思います。はい、それでは、解凍が終わったので与えていきたいと思います。今映っている、この子が、ボルネオショートテールパイソンのテレサちゃんになります。僕が飼育している子たちの中でテレサちゃんは一番大きな個体になります。大きい分ちょっと攻撃力が高いので、飼い主もビビりながら与えていきます。与えてくラットは結構大きめのサイズなんですが、全然食べてくれるサイズだと思います。お、すごく気にしてますね。ただこの子はちょっと先が読めなくて急に来るタイプなので、すごく怖いですね。飼い主もすごくドキドキしています。この子は比較的荒くないのですが、やっぱりご飯の時はガツンと来るので、少し警戒しながらやっていかないといけません。すんなり、食いついてくれる時もあれば、もうなかなか食いついてくれない時もありますので、この駆け引きがすごく緊張します。今回はなかなか食いついてくれないパターンのようです。もう少し誘って様子を見ていきたいなと思います。おお、はい、チョンって軽くアタックされましたね。もうこの一撃でもう飼い主めちゃくちゃビビってます。でもまあめげずに与えていきたいと思います。もう少しで食べてくれると思うんですけど、なかなか食いついてくれませんね。テレサちゃんも多分かなり気にしてると思うので、そろそろ食いついてくれると思うんですが、いやー緊張しますね。もう来そうで来ない、これが本当にドキドキなんですよね。もうちょっと煽っていきたいと思います。だいぶ気にしてるんですけどね、まだですかね。はい、はい、来ました。すごい威力ですね。めっちゃビビりました。こんな感じでしっかりがっちり掴んでますね。でここからは時間がかかると思いますので、編集して様子を見ていきましょう。はい、あれからしばらく経ったのですが、今動きがありました。締め終わったので、おそらくこれから頭を探して飲み込んでいくのだと思います。ちなみに今の映像は4倍速でお届けしています。あ、そこは違うよ。そこら辺、その辺、はい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 、ちゃんと頭の方を見つけられました。
頭をうまく見つけれなかったら結構お尻の方からとか飲んでいっちゃうんですが、今回はしっかりと頭を見つけることができましたね。ここからも時間がかかると思いますので、少しだけこの子の紹介をしていきたいなと思います。この子はボルネオショートテールパイソンというヘビで、性別は女の子になります。で、名前はテレサという名前です。で、この名前の由来なんですが、この子はブルーゴーストというモルフになりますので、そのゴーストというところからテレサという名前を付けました。ブルーゴーストはその名の通り青っぽく色が抜けていくような模様になります。僕のテレサちゃんは、そこまではっきりとは出てないんですが、少し紫がかったような色になってます。この紫がかった感じがとても綺麗で、すごくいいなと思います。お迎えした当初はもう全然青くなくて、むしろ白っぽくて、どこがブルーゴーストなのって思いながら飼育していましたが、だんだん青っぽく紫くなってきて、ああこういうことかって今なってます。これからももしかしたらまだまだ青っぽくなっていくかもしれないので、成長が楽しみです。そうこうしている間に、テレサちゃんはもう食べ終わりそうですね。ちょっと体で隠れちゃって全然見えないので、もう少しだけ様子を見て終わりにしようかなと思います。はい、ということでテレサちゃんの、捕食動画でした。ちょっと最後の方はあまり映らなかったのと動画が切れてしまったんですが、無事食べてくれました。結構大きいサイズのラットだったんですけど、難なく食べてくれましたね。またこういった動画も今後上げていきますので、よかったら見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。